はい、炭酸水好きな、俺のシュワシュワ動画始めていきたいと思います。今回はクオスの、炭酸違う、ラムネフレーバー今日、届きました。クオスっていうね、強炭酸水なんですが、まあ、Amazon でね、安く売ってるんですが、そちらのラムネフレーバーということで、これがね、2ちゃんのね、炭酸水スレではかなり美味しいとの評判でございます。無糖炭酸。炭酸水の、まあ、いわゆるラムネのフレーバーのみ甘くはないと。原材料が水と二酸化炭素と香料となってます。さてさて、美味しいかな。早速飲んでいきたいと思います。なんかすっげえ泡だった。なんか泡が今回細かいですね。普通の炭酸、普通の何の入ってない、何もフレーバーじゃないやつ、ね、に比べると炭酸が細かい。うん。これはあれだわ。うん。あ、確かに美味しい。うん。確かにこれは美味しい。これ何なんだろうね、このラムネの香りっていうかさ。というより、三ツ矢サイダーみたいな香りがするんですけど。まあ、ね、三ツ矢サイダーと、ラムネって非常に似てるんですけど。まあ、三ツ矢サイダーの全然甘くないバージョンと考えてもらうといいでしょう。うん。これは美味しいな。うん。ただこれ、ハイボールにしたら、どうなる？炭酸水、普通の何のフレーバーもないやつではなく、あえてこの、ね、ラムネフレーバー。うん、確かに美味しい。炭酸の強さも非常に強い、ね。うん。このクオスは非常にあれです。炭酸が強いと有名な、多分俺が飲んだ中で一番炭酸が強いですね。うん。クオスと。まあ、しかもこれ安いんですよね。うん。これがね、九州産の軟水らしいですね。クオスの水源地は、九州大分県と熊本県にまたがる阿蘇九十連山です。なるほどね。超軟水だから飲みやすいと。
このフレーバーは他にもレモンフレーバーとライムフレーバー、そして、ビアフレーバーというのがあるみたいです。まあ、俺あんまりレモンフレーバーとかライムフレーバー飲みたくないかなと思うんですけど。ちょっとビアフレーバーはまあ若干飲んでみたい気もするけど。ハイボールにして飲んでみたらどうなるかな。まあでもこれは、ちょっとダメだな。やっぱり、このまま飲む方が一番いいんじゃないでしょうかね。まあやっぱ、ハイボールは、ね、なんもフレーバーないやつ、一番美味しい。でもこれ美味しいですね。まあ、肝心の値段ですけども。これは Amazon で買ったんで。Amazon で、すると、値段が、この 500ml の24本入りで、値段が1890円ですね。1890円と。で、これはね、フレーバーのやつだからちょっと高いんですけど、まあ、いわゆる普通の炭酸水でフレーバーなしのバージョンが、1650円と。なってて、めちゃくちゃ安いです。まあ、これはちょっとあれだね。普通に飲む分にやっぱ、これは非常に美味しいですね。これね、炭酸が強くてね、これ一回、こう、これぐらい残ってるんですけど、またこう蓋してね、次の日になってもね、全然炭酸が割とね、抜けてないっていう。普通の炭酸水だと、ね、すぐ抜けちゃって、ダメなんですけど。そのまま、ね、保存して、しても次の日に炭酸が残っているというのがすごい。これはおすすめ度数は、まあ、でも、ハイボールに使えないことを考えると、やっぱり四つ星ですね。四つ星。では、ご視聴ありがとうございました。